マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけども、マシマシとはですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときにね、使われている単語なんです。今日のマシマシはこちら、朝の餌のリズムマシマシのですね、29パターン目はですね、果物ゼリーとなってますね。一体どうなってるんでしょうか、ご覧ください、どうぞ。はい、果物ゼリーとは文字通りこういった果物のゼリーでして、チンパンジー、体調がね悪くなった時、いろんなものをね、食べれるようにするという意味も含めてですね、こういったものを普段からも、いろんな種類ね、慣れさすようにしておくということでね、前体調、悪くしてなくなってしまったローリーなんかもね、栄養の詰まった、栄養ゼリーなんかね、なんかを、食べてたりもしましたんでね、そういった、いろんなものを食べておくという意味でも含めて、結構竜なんかは好きですからね、今日はそれを朝に使ってみました。さらに、トマトを切ってカラーボール足して、丸ごと、オレンジ1個と、ペットボトルポカリ、あとはクズとかですね、葉っぱ系えのきなんかが入っていますね。巻いた流れですけどもね、見えやすいところにカラーボール、デッキの上にはクズと果物細かく目、こっちのイチコのところにはちょっと細かいのを、置いてですね、見えやすいところには、ここにありましたね、果物ゼリーもありながら、見えやすいところはここにもありましたね。ちょっと容器からは出して置いてありしてますね。あと、見やすいところにはトマトとかね、カラーボールを配置して、お酢がね、そっちの方に行くようにということで出してみましたね。はい、ということでどういう風に行きますか。リュウ、リキ、チャーリーの順で出てきましたかね。そしてカズミ、カランコエ、最後アッコさんですね。やっぱりリュウはバブンとですね、ゼリーを1個目食べましたね。もう2個目もあるということで、急いでリュウが2個目も、ここにもあるじゃないかと言ってですね、こっちは容器だけかということでね、2個目も回ってバブンと行きましたね。やっぱり龍が、大好きですんでね、また今度あげるときは他にも行き渡るようにと思います。アッコさんは最近ここがアキコさんシフトという感じですね。H 校右伝い歩いてって、あそこの H 校にまずは行くというのがアッコさんの流れですね。カズミはその上を歩いてましたね。そしてチャーリーもうちょっと容器が気になるみたいですね。他はペットボトルなんかをこっちは超えちゃうんでしょうか。はい、ペットボトル超えちゃうはまだペットボトル蓋を開けずに噛んで穴を開けて出すという、かすみさん、この H コの上から、食べるパターン、その下をアッコさんがいて、デッキの真ん中はこれは竜でしょうかね、ペットボトルを持ちながらという感じですね。そしてこちらはリキですね。ペットボトル蓋をちゃんと開けて飲むスタイルですね。こちらも龍もペットボトルの蓋開けて、カランコエちゃんなんかはまだ破るという感じでしょうかね。みんなおのおのいろんなところを見ながら、トマトをゲットしたのが上のカランちゃんでしょうかね。かずみさんもデッキ中央に来ましたね。中央には細かいのが巻いてありますね。こちらアッコさんがイチコの下、こうやって食べてますね。この辺りのエチコのところに、結構並べとくと、最近アッコさんよく食べるんでね、そこをアッコさんがゆっくり食べれるということで、そこには置いて、それが終わったらデッキに登るというのが最近のアッコさんの流れでしょうかね。はい、デッキの上、細かいものが食べてあって、その全部果物食べようと、あとは葉っぱに移行するという流れですね。リキも、全体的にゼリー、ペットボトルが終わったから、オートカラーボールを持ってあっちに行くのは、これはチャーリーでしょうか。ルーですね。いいですよね、こうやっていろんなものを、はい、そしてカラーボールを持った小枝ちゃん、四つ葉ちゃんもちょっとトコトコと歩きながら、いいですね。かずみあっこさんがこのデッキの上で、こちらかなちゃんがカラーボール何が入ってるかなと言って見てありますね。外れの場合もありますけどね、いいですね。あっこさん、かずみさんがデッキの上でゆっくり食べれてるのはいいところですね。外周を力、はい、どうだったでしょうかね。
果物ゼリー龍がまずはですね勢いよくいくというところで、まあバブンバブンと2個食べたというところでね、また今度やる時には、他の個体でもなんか行き渡るような、考えをね、したいなと思いますし、もうちょっとなんか全体的にまあオスが奥の方に行く流れもね、あればなというふうに思いましたね。あと和美あっこさんがまあデッキの上でゆっくり食べれてるという流れをね、作れてるのはいいかなというふうにも思いましたね。もうちょっとオスたちがイエイという感じで出る流れなら良かったかなとも思いました。まあ、次回以降考えていきたいと思います。マシマシは続きます。今日はこの辺りで、さようなら。